これを押せばいいのよね。そうじゃないですか。プッシュって書いてありますし。えい。なるのね。これで終わりでしょうか。まだ発電機をつなげないと。電力が供給されれば動くはずよ。それで終わりですか。もう説明の時に何聞いてたのよ。ラピン、説明してください。アニスが威張り散らす前に。作動させると擬似的なコーリングシグナルが周囲のラプチャーたちを引き寄せる。それで集まったラプチャーを一掃してから光学迷彩を稼働させるの。光学迷彩が効いている場所はラプチャーからは何もないように見えるはず。さらにラプチャーの熱感知センサーと聴覚センサーもジャミングさせて、ここを絶対見つけられないようにする。方向センサーにも干渉して、偶然ここに迷い込むことも防げるらしいわ。すごいわね。そんなものがあるなら地上奪還なんて簡単にできちゃうんじゃない。特殊な素材が必要らしいわ。アークの付近にあるものはずっと昔に取り尽くされているそうね。エデンが使ったと見られているわ。やっぱりそう簡単にはいかないわよね。では指揮官、準備は全て終わりました。ラジャー、コードネーム、ウルトラ確認。侵食を誘発する個体よ。全員気をつけて。古い町だから古いのが出てくるってわけね。あんなのでまだ動くの？あれ、雑誌で見たことあります。すごく強いらしいですよ。そうは言っても、旧型よ。倒せるわ。私がいるなら、なおさら。ははー！ラピがこんなに自信たっぷりなところ、初めて見ました。それじゃ、信じてみましょう。行こうよ。はい！エンカウンター！